やはらかーです。とねーただまーさん、はい、ってな感じでですね、本日はですね、メンヘラ男と白いパズル。まあこのタイトル、まあサムネでどれだけの方がこの動画を見ようと思ってくれたかは分かりませんが、せっかくんだったらね、はい、開いたからには最後までご視聴していってください。本編の方はね、撮影編集も終了してる時点で今動画を回してるんだけど、そうそうそう、まあね、本編見たい方は今のうちに高評価を押すんだ。はい、1000いいね目指していきましょう。で、今回の動画はね、別にカーがね、そう、白いパズルできるんだぜ、すごいだろうっていう、努力しただろうって、そんなんね伝えたい動画じゃないんでね、はい、ぜひカーがみんなに動画を通して何を伝えたいかも考えてもらえたらと思います。まあね、最後のシーンでちょっともう一回出てきて話そうかなとは思ってるんですけど、本編の方は5分ほどで終了いたします。最後のシーンとか超見どころなんでね、最初ちょっと面白くないかもしれませんが、ぜひご視聴していってください。てな感じでですね、本編の方がスタートです。起きろ、早く起きろ。あ、おはようございます。貴様を監禁した。監禁、まあ別にどこも行く予定ないし、いいけどさ。だが、一つだけここから出る方法がある。その床のパズルを解け。パズル？そうだ、早くしろ。その何の絵柄もない真っ白のパズルを解くことができたら、ここから出してやる。ではでは、幸運を祈る。はい、そしたらですね、今3つのパターンに分けました。普通のパズルのピース、あ、落ちちゃった。で、どっか角があるパズル、シュッてまっすぐのパズルのピース、で、ここが90度、四隅が90度のパズルのピース、まあ角に来るピアス、ピアスじゃないパズルやね。で、そう、ここからもう当てはめていくしかないよね、このパズルは。で、今ちょうど時間が、5時7分。あ、これ合ってる。あ、こんな感じで、これ多分ぴったり合うんだけど、よいしょ、こんな感じでズレがない、ただこれが1個っていう感じで、これを当てはめていく作業を行います。こんな感じ、こうか、うん。1時間でこれ、あとこんなにもあるみたいな。はい、まあまあ、このまま文句言わずにやっていきます。はい、悲しいお知らせがあります。これだけ繋がったんだよ、見えるかな。絶対どっかが間違ってるからね、枠が作れないんだ今。あ、そう、今時間が7時19分、開始から2時間半。はい、解体作業に入ります。多分だ、来た。よっか、これで、これで枠が完成しました。よかった。あとは追加でこれだけのパズルを終わらせれば完璧です。はい、これでですね、一応なんか同種族のパズルを全部並べました。2、3時間後に会いましょう。2列ぐらい終わってたらよくやったと思ってください。ではではでは。はい、ただいまの時刻がですね、0時46分。はい、5時からなんで7時間、8時間ぐらいやって、やばい、マジでやみそう。
そうそう、頑張れ頑張れ。もういいんじゃねえのこんな企画、やめちまえよ。とっとと、お前には無理だったんだよ、もともと。ですね、ただいまの時刻が夜中の2時半ですね。はい、さっきのとこはクリアしてちょっとずつ進んでいってる感じです。はい、やばいです。もうメンタル崩壊しそうみたいな状態なんだね。はい、まあ進めていきましょう。変わってやんよ。最後はこっちでやってやるからよ。あ、もうやだ。もうで、無理。無理やもん。本編のご視聴ありがとうございます。お疲れ様です。いかがだったでしょうか。わかった。カーが伝えたかったこと、この動画で伝えたかったのは、そう、どれだけ頑張って時間かけてきても、緊張の糸がピッと切れた瞬間に全て崩壊させてしまって、そこから後悔してしまうって、そういうことありませんかっていうのを伝えたかった動画です。はい、皆さんお気づきいただけたでしょうか。っていうのは、まあ後付けやね。後付け。まさかね、発動する気はなかった。あれ全部時間系列も、うん、リアルに撮影してる。もともとの題材はダメ人間と白いパズルなんだよ。うん。で、ダメ人間でも一つ一つ時間を重ねて、どんだけどんぐさくても完成させれるよっていう動画にしようと思ってました。はい、ですが、はい、9時間経過し、精神的にヤバくなってきました。なんかブツブツ言い出したでしょ。頑張れ頑張れみたいな。多分あれ前兆なんよ。なんか編集中もよくやるんだけど、十何時間かけて作った動画をやっとできたと思って見返して、あ、面白くないと思ってポチみたいな、全部デリートみたいな、よく発動しちゃうんだけど、まあね、別にこういう一面動画にせんでもよかったんだけどさ。うん、最近まあ動画のコメント欄とかさ、絶対いい人だみたいな、よくみんな書いてくれてて、本当それは嬉しいんだけど、そんないい人じゃないよっていうのをね、こんな一面もすっごい持ってると思って動画にしてみました。まあそれごとね、カーのこといいねと思ってくれるんだったら、チャンネル登録外さず応援してくれよ。うん、でもね、 YouTube はね、途中では投げ出さんよ。まあ画面の中で生きてるんでね、 YouTube のこのチャンネルがなくなった瞬間ね、カーっていうこの存在が消えてしまうんでね、それはもう自分の、うん、命が終わる時と思ってるんで、このチャンネルと骨をうずめる気で、はい、もっと頑張っていくんでね、動画の方はもっとどんどん信用して応援して、それは裏切らんから信用して。でもごめんね、パズル完成見たかったよね、ごめんなさい。これがまあテコ入れって技法やね。そう、漫画とかアニメでよくあるんだけど、ギャグ漫画で出したのにそれがウケない、どうする、バトルものに転向だみたいな、うん、王道で言ったらリボンとか。あれテコ入れやね。もともとギャグ漫画でしょ。あれギャグ漫画から絶対に初め描いたのは違うはずない。終了時点バトル系に展開させたのがまあ正解だったみたいな、そんな感じで当たってるんで、まあどうでもいい話なんだけどさ、まあ、そんな感じでカーはちゃんと本を読む時も漫画を読む時もアニメを見る時もそんなことを考えながら見てるんだけど、結構ね、そんな考えながら見ると面白いよ。よかったら試してみて。うんうん。はい、まあね、ちょっと動画的にみんながどう感じたかわかんないし、不快に感じた方もいるかもしれません。まあ YouTuber なら最後までやれよと。うん、
思った人もいてるかもしれんけどね、かは別に YouTuber っていうよりねクリエイターなんでね、どんな動画素材でもねみんなが面白く見てもらえるようにねするのがかのね今のお仕事なんで、はい、まあ面白かったって感じてくれたらそれはそれで光栄です。またねよかったらねチャンネル登録してくれるとねいろいろ動画頑張っていくんで次回も楽しみにしておいてください。てな感じでですね今日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。カーでした。叶えたい夢があるんだ。